皆さんこんにちは、アンドサッカーです、ガティです。シュンは今日休みなんですけど、今日は僕一人で撮っていきたいなと思います。で、今回ご紹介するのは、まあ隙間時間にも、ね、できますし、基礎的なボールタッチを、6種類ご紹介したいなと思います。まあ一見ね、地味でね、これ本当に試合で使えるのっていうボールタッチなんですけど、まあこれを目的としては体に染み込ませて、考えなくても試合でとっさに出すっていうことを目的として、やっていこうかなと思います。で、ゴールはそこです。試合中に何も考えずにとっさにそのボールタッチが正確にできるっていうまで、染み込ませること、これを意識してやってみてください。で、途中でポイントも何点か解説しながらやっていきたいと思うので、ぜひすぐに、まあお家でもねできるかなと思うので取り入れてみてください。じゃあ今日も見てみましょう。いくぞ。よし。はい、じゃあポイントだけ説明しておくと、全ての、ね、6種類のボールタッチにおいて言えることは、まずこうやってルックダウンしすぎないこと。試合中は常に敵がいるっていうのを想定してやってください。そのためにもこうやってボールタッチしてる中でもこっちだちだ前を見ながらやるっていうのを意識してやってみてください。それがポイント1つ目です。で、2つ目は緩急ですね。スピードに緩急、ボールタッチの、ね、スピードに緩急をつけて、自分がどこでスピードアップするのか、でどこで緩めて相手を離すのかっていうのを意識してやってみてください。まあ、このね狭いマーカーのところではありますけど、それを意識することによって試合で、使おうと思った時に一気にね意識に入ってるんで、それが洗練されてやりやすくなるかなと思います。じゃあとりあえずこの2つのポイント踏まえて6種類のステップボールタッチやっていきたいと思います。ということでいかがだったでしょうか。やってみるとね分かるんですけど、これ結構疲れるんですよ。体力的に疲れるのもそうなんですけど、集中しないとねこの繊細なタッチってやっぱりできないので、集中力っていう部分でもかなり疲れます。で、真剣にやってると汗もかくので、まあ、自分で、ね、自主トレする時だったり、練習の合間とか試合でね、ミニゲームとか紅白戦の待ち時間にやるだけでもね、他の選手より一歩二歩先に進めると思うので、ぜひね取り組んでみてほしいなと思います。まあ、これは反復練習なので、ぜひ自分のね体に染み込んで何も考えないで使いこなせるように
なのでぜひやってみてください。そうすると試合で、ね、必ず生きてくるんで、この繊細なタッチだって基礎的なタッチというのは必ず生きてくるので、ぜひやってみてください。ということで今日の動画が良かったり、参考になった、勉強になった、面白かったという人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ終わります。